佐藤大輔は、日本の政治家。参議院議員、衆議院議員、文部政務次官、参議院内閣委員長、総務委員長を歴任。愛知県名古屋市出身。愛知県立旭川岡高等学校卒業。高校時代は、野球部に所属。愛知教育大学教育学部社会科卒業。百六十七年四月から小、中学校教員を務める。 1986年4月、愛知県教委員組合執行委員長を務める。1990年2月、第39回衆議院議員総選挙に、旧愛知一区から日本社会党を公認で立候補し初当選。1993年に再選。同年、山花貞夫委員長を主犯とする社会党、社道キャビネット文書、1995年8月に、 村山改造内閣の文部政務次官に就任。1996年9月、旧民主党の結成に参加。同年10月の第41回衆議院議員総選挙に、愛知一区から同等公認で立候補するも落選。連合愛知は1998年7月の第18回参議院議員通常選挙、愛知県選挙区に向けて佐藤を擁立。 しかし組織内で、かつての社会党代議士は応援できないという声が上がり、同年3月、当時新党友愛の幹事長だった伊藤栄生衆議院議員を中心に、前豊与太郎連は、元系団連職員の木又慶武の擁立も決めた。参院選では佐藤も木又も共に初当選し、自民党が立てた大木博士と浦名康雄は、票の食い合いにより落選した。 民主党の県組織は当初、旧民社党系の民主党県連と旧社会党系の民主党愛知の二つに分かれていた。佐藤は後者の代表についた。2004年7月、第20回参議院議員通常選挙で再選。2007年8月、東財務委員長に就任。2009年10月、東財務委員長に再任。同年7月、 2010年の第22回参議院議員通常選挙に出馬せず引退することを表明した後継は斉藤義隆2014年11月朝日重光明受賞ありがとうございます